おはようございます。ブラッシュミュージックのウェルカムマンです。音楽業界全般のお仕事をさせてもらっており、音源制作、映像制作、ウェブ制作、イベント制作など多岐にわたり活動しています。またインディーズアーティストの活動サポートや、権利周りの、管理業務など、レコード会社の業務を一般的に行っています。日本人初のグラミー賞受賞主要4部門にノミネート、受賞されるプロジェクトメンバーを夢見て日々活動しています。さあ、ということで今回のミュージックビジネスセッションなんですが、ピックアップする、ものがですね、久々に出てきましたポッドキャスト。リモートワーク増で変化するポッドキャスト消費、現実逃避コンテンツが人気上昇ということで、これはすごく興味深いデータが出てきてます。新型コロナウイルスの広がりで外出自粛禁止措置が取られる中、消費者のメディア浪費が変化している中でも、主に通勤時間に人気のあったポッドキャストの消費は在宅勤務の増加を受けて、撃退。しかしジャンル別で見るとダウンロード数を大きく伸ばしている分野もあります。コロナクライシス元の、欧米のポッドキャスト市場では何が起こっているのでしょうか。はい、まあ、その中でちょっとリサーチが出ているので、チェックしていきたいと思います。アメリカにおけるポッドキャスト週間ダウンロード数とリスナー数の初年度比推移ですね。3月第1週をピークに、下降しています。はい、10万以上のポッドキャストやラジオ番組を無料で配信するアプリ会社スティッチャーによると、4月7日までの4週間同アプリの、聴取は3月第1週に比べて 8% 激増しました。1週間前の、視聴動向を見ると、新型コロナウイルスが欧米で深刻化した3月9から15日は 1% 減にとどまっていましたが、3月16から22日に 11% 減、3月23から29は 9% 減、3月30から4月5日は 11% 減と、どんどん、減少している推移ですと。もちろんこれはスティッチャーで配信されている番組だけを対象した調査ですが、ポッドキャストに関する調査を実施しているポッドトラックによれば、同社がカバーする大手ポッドキャストの総合調査でも同様の傾向が見られます。今年年初から増加傾向にあったアメリカのポッドキャストはですね、コロナ危機が始まる前の3月第1週をピークにその他下降しております。そんな中、上昇している番組をちょっとピックアップしていきたいと思いますが、ですね、ニューヨークがロックダウンとなった3月23日からの週では、前週と比較でテクノロジー関係の視聴が 19% 減、歴史が 17% 減、犯罪ドキュメンタリーも3週連続で、前週を割り込んでいます。一方ビジネスは、10% 増加、そしてフィクションも 19%、 さらにサイエンス、キッズ、ファミリーもそれぞれ9% の、増加でございます。ここから見えるのは、求められている、現実逃避コンテンツが人気ですよという結論ですね。はい、そして、スポーツに関しては、今回もちろんイベントがね、軒並みキャンセルになっている影響でかなり減です。いろいろな番組がですね、非常にネガティブな状況に陥っているという記事でございました。はい、さあ、ということで今回ピックアップしたこのポッドキャストについてなんですが、まあ、僕自身がですね、2020年はポッドキャスト頑張るぞと売っていて、いきなりこの始末でございます。はい、さあ、とはいえね、これまあ、僕の話はさておき、これデータから見ることで分かることをちょっと僕の解説でしていきたいと思いますが、まず、こうサイエンス系とか、いわゆる犯罪ドキュメンタリーとか、テクノロジーといったコロナのこのニュースのおかげで、こういったちょっとこう関連しそうなものに関しては非常に、視聴数が下がっていますよね。
なぜかというと犯罪ドキュメンタリー的なものだったりとか、それこそテクノロジーじゃないですけど、まあこういったものとかはもうずっとニュースでやってますもんね。軒並みやってますもんね。はい。なので自粛自粛で皆さんテレビつけたりとかする中で、ネガティブなシンキング、ネガティブシンキングなものだったりとか、本当にもう不安な状況を、感じられてると思いますので、そんな中やっぱり伸びてくるのはフィクション系とか、まあキッズ系、まあ、もっと言うと映画とか、そうですよね、アニメとか、要は非現実的なものに皆さんの、意識が傾いていると。はい。まあ、ちょっとだけ余談になりますが、よく映画とかで未来予想図しているね、SF とかであると思いますが、都市伝説とかでもありますよね。いつかは人間は体は必要なくなって脳だけになって、脳にね、ずーっとこう、夢を見せていけ、入れれば、不死身になり、誰も、なんていうかな、苦労することなく生きていける。VR の世界って言ったんですか、非現実の世界でね、幸せに生きていけるっていう、まあ、こんな話はよくあると思うんですけど、これに近いですよね。人間自体が悲劇が起きれば起きるほど、不幸なことが起きれば起きるほど、フィクションだったりとか、まあ、映画アニメに、気持ちが寄っていくっていうのは、まあ、人間の心理状況仕方ないのかなということで、もろにここが出てきてますね。はい。まあ音楽はじゃあどうなのかと言った時も、これもやっぱり結構現実的なメッセージが多かったりとか、まあ皆さんの日常に沿った、ものが多いので、ちょっとその、まあ歌詞の内容が非常に重要になってきますが、映画とか、まあフィクション系のものに比べると少し、現実味が溢れてしまうので、落ちてしまうのかなと思っています。はい。さあ、ちょっとまとめに入りますと、まあ、ポッドキャストの全体的な、いわゆる、ダウンロード数とか視聴数がかなり落ちてるよと。これは、他のね、関連動画にもありますが、いわゆるゲーム、アニメ、映画が絶好調。で、その理由は、別の動画では、耳だけを奪うのではなく、目、ね、視覚的な部分と耳、なんでかというと自粛で時間を持て余しているので、はい、体全体使えるようなものとか、まあとにかくそういう風に耳だけではないね、体いろんなね、五感を使って楽しむというものが非常に今は重要だということが一つ。それに伴い、じゃあどういうジャンルがいいのかって言ったら、今言ったジャンルが非常に非現実的なものが今のこの不幸な世の中の反対を、指しており、気持ちも和らぐという結論がここで出てきているなということでございます。で、音楽的な話も少ししましたが、結果、まあ音楽をどういうふうにこれを捉えてやっていくかということは、まあ今はもう継続なりなので、これは仕方ないところではあります。あとは他の動画でも、言ってますし、これは非常に強く大事に言っていますが、これからはそういうね、非現実的なものが起きるときに何が一番、気持ちを和らげてくれるかっていうと、アーティスト自身の発信ですね。音楽ではなく人が、キャラですね。そのキャラがリアルタイムにその不幸な人たちとか不安がっている人たちの横に、まあ、ライブ配信みたいな形だったりとか、まあ、何かの情報発信で近くに寄り添ってあげると、オンライン上でね。で、まあ、いわゆる夢や希望や生きる力みたいなものをですね、メッセージ性として出していったり、まあ、心が和らぐような、まあ、お笑いもそうですね、とか、まあ、そういった、メンタルケア的なものを、できるようなアーティスト、キャラですね、が、これから求められる時代になるんだなというところ、ここは非常に重要になってきますので、皆さん、この、ポッドキャストの記事から紐付けてね、ご理解いただければと、はい、思います。さあ、ということで、これからも、僕自身が継続してやっていきたいっていうのもありますし、皆さんの、いいね、コメントが、フォロー、シェアがですね、
非常に、勇気づけになります。僕のさらにこの出している情報自体もですね、すごく皆さんの音楽関係エンターテインメント業界にいる皆さんにとっては非常に重要な情報だと思っていますので、チェックしていただければ幸いです。それでは以上ブラッシュミュージックのウェルカムマンでした。ありがとうございました。